のぞみでございます。のぞみでございます。宮古でございますよ。そうなんですよ。宮古島のですね、はい、居酒屋シリーズがやってまいりまして、第1弾今日はですね、宮古島の、まあ、郷土料理が食べれるというパパラギさんに行こうかなと思って、はい、ここにやってまいりました。これね、マティダ通りっていうんですって。マティダ通り、マティダ通りにね、いくつかね、はい、結構居酒屋さんもあるんですね。居酒屋がありますね。はい、うん、そのここはね、一つにあるんですが、うん、はい、ここでは、うん、宮古そば、宮古そば郷土料理、宮古の郷土料理、はいはいはい、いろんな海産物だったりとか、海産物とか、ね、いろんなものが味わえるということで、はい、宮古島在住のね、うん、清丸ご夫婦にご紹介いただきまして、予約も取っていただきまして、そうなんです。後ほどちょっとね、はい、今合流する町なんですけども、清丸ちゃんはもうもうすぐ来ますので、はい、ということでございます。はい、まあ、楽しみですね。そうなんです。はい、もう早く入りましょう。もうとにかく昼暑かったんで、ちょうどカラカラでございます。もうちょっともう早く入れたいね。うろいたい感じでございますので、はい、早く飲みましょう。はい、ではまあ店内に入りましょうか。そうですね。ということでよろしくお願いします。食べます。じゃあ、 清丸ちゃんも合流しまして、はい、合流しましたので、早速入りましょうか。ね、先に入っていただきましたね。はい、はい、こんな感じでございます。何ですか？こんな感じでございます。どうぞ。はい、お邪魔します。はい、はい、お邪魔します。お邪魔します。お客さんいらっしゃるかな。こちらなんでしょうか。お邪魔します。いいですよ、いいですよ、全然いいですよ。はい、こちらでございます。あ、ここで、はい、はい、ありがとうございます。いいですか。すいません。ということでございまして、いました、いました。まオリオン生です。オリオン生ですか。はい、生です。で、あの宮古島の夜に乾杯ということで、はい、清盛さん乾杯よろしくお願いします。じゃあ乾杯。乾杯。キャリーです。おー、お願いします。いただきます。あ、うまい。生き返る、生き返りますね。うまい。あ、ちょっと落ち着くわね。お通しがもずくですか。そう、ね、はい、シークワーサーが乗ってます。シークワーサー入りのね、美味しそうですよね。ねえ、このね、はいはい、早速ですけど、早速行きましょうか。メニュー、うん、メニューね、面白いよ。何がどう面白いのか。結構見応えがございます。おう、まず飲み物ね、うん、ビールはオリオンの生瓶ビールもあるし、はい、ノンアルコールもあります、うん、で、泡盛りがさ、はい、やっぱ石垣では聞かない、見ない種類がやっぱりいっぱいあるのね。初めて聞く名前はね。菊のつゆ、菊の次、あと沖の光、琉球王朝、琉球、ああ、菊のつゆ VIP、VIP ね、あと何、富、あの、青森で、ね、時間取ります、ね、はい、すごい種類だなと思って、いや、新鮮なんですよ、いつも扱う種、はい、ね、お酒じゃないのね、はい、では中杯、中杯ね、それからね、ハイボールとか日本酒とかもちゃんとあります、うんうん、はい、であとね、はい、食事なんですけれども、ね、これもまた見てすごくない。おー、この琉球料理っていうのは、これが要は郷土料理ですね。あ、郷土料理、郷土料理、まあ、はいはい、上から下まで、まあ、パッと見るんですけど、うん、八重山と変わらないんだね。まあやっぱね、使いますよ、ね、そうですと思う。そう、ね、これはなんか嬉しく感じました。ね、なんか、うん、身近に感じるというか、ね、うん、まあ、沖縄料理っていう感じでね、はい、一通りございます。これ問題ございません。右のダッパー料理って何ですか。これこれね、大皿料理なんだって。大皿料理、うん、多分ね、大きいんだと思うよ。やっぱシェア用っていうことで。そうそうそう、だからこればっかり頼みましょうね。いや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 、あんたちょっと待って、引こう。あ、ダメダメ。あともちろんそばもある。そばもありますし、ね、であとまだ開くとこんなにある。餃子あるね。どうしよう。お刺身、揚げ物、サラダ、まあまあ、で、和え物、酢の物、なんて書いてある。天ぷら、鉄板焼き。あ、鉄板焼きね。で、天ぷらね。そうで、一品料理から夜の定食とかもある、まあ、などそうなんです。じゃあまあちょっといろいろピックアップして選びましょう。注文しましょうよ。まあ決まってるのはポテトフライですけど、ね、まあそれは間違いない。宮古島のポテトフライということでよろしくお願いします。美味しいはずよ、はい、一番最初に届いた、一番最初届きまして、はい、これがですね、島豆腐のツナサラダでございますね。キヨちゃんね、はい、こんな感じで量が結構多いです、ね、多いのよ。豆腐も多いんですよ ね、はい、
これで700円でございまして、安いわ。これをね、うん、入れていきたいと思いますけども、はい、食べますか。食べます。食べますよ。食べさせてください。入れますか。入れてください。じゃあ、はい、何が入ってんのこのなんか。なんか豆腐1個でいいか。なんでか。なんで今なんか飛んでたよ。あ、そうですね。うん、何が入ってましょう。島豆腐と。島豆腐と。まあ、いや、はい、レタスと。レタスと。トマトと、はい、あとパプリカ。パプリカ。そして上にね、はい、なんか面白い、なんだろうこのヒョロヒョロしてる。何やろうね。海藻サラダみたいなやつですかね。海藻サラダ。うん、美味しそう。美味しそうですね。うん、すごいすごい、はい、うん。大丈夫ですか。今日赤いの、はい、赤いのね。赤いので。食べてくださいよ。赤いの。はい、はい。じゃあありがとうございます。おお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 。これ私のじゃないの。違いますよ。何にも入ってへんやん。じゃあ今日は一緒に。そうですね。今日はちゃんとね。はい、島豆腐のツナサラダいただきましょうか。島豆腐とツナのサラダですね。乾杯。はい。どう、美味しいですか。まだ食べてない。いいね、いいね、いいね。やっぱよく見てる人は言えるわね。あ、すごいわ。島豆腐結構歯ごたえありますね。島豆腐はそうだね、はい。そうですね。弾力がね。美味しい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい。うふう、おかわりが来ました。おかわりもね。どうですか。きょうちゃん、サラダ美味しいですか。美味しいです。美味しいですか。はい。うん、本当か、早い。めっちゃ早くないですか。お仕事早いわこちら。今の素晴らしい素晴らしい食レポが終わったところですけど大丈夫ですか。もう大体来ました。大体来ました。ありがとうございます。ポテトフライ私のところにあります。やめろやめろ。あ、どうぞどうぞ。それは。いや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 、こっち来ないで。ではお刺身が来ました。お刺身3人盛り3000円です。3人盛り3000万円でございますね。綺麗ね。綺麗ですね。覚えましたか。覚えました。何ですか。はい、はい、まず、うん、宮古島近海で獲れたマグロ。宮古島さんのマグロ、はいはい、で、イラブチャ。イラブチャ、赤町。赤町これね、はい、で、これはカジキだって。カジキ食べれるんですね、ここで、はあ、カジキとセイカですね、うん、セイカで、ここには島ダコがあります。島ダコでございます、はい、で、まあ、あとは、まあ、あの赤町とイラブチャはあのまあ、マグロもあるんですけど、すっごい綺麗、豪快 ね、色鮮やかで、うん、あの盛り付けもいいですね。いただいてくださいよ、はい、ね、じゃあひろみさん食べてください。ひろちゃん、あ、少しですか、はい、あなたです、ありがとうございます。 ありがとうございます、はい、ちょっとお醤油ちょろりしながらね、皆さんのね、何タコでいくか。タコ食べていいですか。何が食べたいですか。私じゃあ、うん、どうしようかな、せっかくなんで。マグロ、近海のマグロとか。近海のマグロにしましょうね。はい、ちょっと待ってくださいね。あ、これなんだろうな、すっごい濃い醤油ですよ。あ、そう、バラ醤油並みに濃いですよ、これ。いいね、はあ、すごいすごい。ちょっとキヨちゃんの、キヨちゃんね、キヨちゃん、はい、はい、で、のんちゃん、ありがとうございます。はい、私はじゃあちょっといただきましょうね、はい、はい、ちょっとタコ食べていい。タコ食べて。あ、いいですよ、いいですよ、全然いいですよ。島ダコね、これは要はあれですよね、うん、宮古島近海で取れた、はい、島だこ。島だこでございます。いただきます、はい、すごい濃いお醤油、大好き。あ、うん、お醤油はね、うん、あのバラ醤油のように甘くはないです。甘くはない、うん、あ、なるほど、うん、島だこは弾力最高。美味しいですか。うん、あ、美味しい。噛んだら甘い。ちょっとタコみたいな顔してもらえません。最高やね。ありがとうございます。ええか、元に戻していいよ。だから早く元に戻して。戻ってるわ。あ、戻ってんのか。これね、真っ黒の、真っ黒、黒すぎでございます。そう、これ何かなって。はい、イカスミジューシーです。イカスミジューシー、はい、これで550円ですよ。安くないですか。もう3年前分ぐらいありますよね。来た時すんげえ湯気立てた。ねえ、ね、これちゃんとイカも入ってますよ。入ってますよ。で、あのお好みでフーチバーもっていうことで。フーチバーね、はい、イカも入って、はい、ちょっとこれも入れておりますので。入れておりますので、これをちょっとよそって、はい、よそって、ちょっと食べてみてください。キヨちゃん、どうぞどうぞ、よそってくださいね。はい、
じゃあ私とキヨちゃんでね、はい、歯真っ黒になろうかなと。そうですね。ただ歯真っ黒になるのか分かりませんけど、これはどうでしょう ね。でもすごい上積みは真っ黒でしたけどね、はい、ありますか、レンゲありますか、はい、レンゲ、はい、よそってください。すごい、はい、結構真っ黒ですけどね。どうぞどうぞ。じゃあ行きますか。はい、キャリーでございます。じゃあ、イカ入りでいただきます。はい、どうだどうだ。まあ、熱い。熱い。わ、おいしい。うん、ナイスね。おいしいね。おいしいね。おいしいもんおいしいだな。うん。味付けちょうどなんか優しい感じのイカスミジューシーやね、これね、すごく。いや、これいけますよ、ガンガンいける。何にグッて言うのか。どんな味、あ、若干ちょっと黒めの。どうですか、なってきます。若干黒めでございます。恥ずかしいから。可愛いんだから。うまうわ。うまい、うん。ちょっといいインしてもらっていいですか。あ、若干だな。うん、まあ、これ雑炊みたいな感じです。そうなんですよ、まあ、締めなんですけど、本当はちょっと締めなんですけど、まあ、ただちょっと熱々、ね、で食べたいんで、ね、いや、これはね、これもいただきながらね、美味しいな、これ、うん、ごめんなさい、さっきジューシーっていうからさ、どういう感じで来るかと思ったら、うん、雑炊で来ると思わなかったから、うん、ごめんなさいね、先に来ちゃったね。これめちゃくちゃ美味しいですよ、本当、うん、これ別にその途中で食べても全然 OK ですから、全然 OK ですね、飲みながら全然僕いけるんで、もうええか。なんなんその次行けみたいな感じで言わせてくれるから。早く食べさせなさい、私にも。続いてやってまいりたいと思ってた。なんなんそのふふんっていうの。なんで何回も見たかなと思ってメニュー表を。一回どこでさよ。これをね何回も見たっていうね。タコ味噌炒めでございます。はい、これね700円。700円でございます。ね、はい、味噌炒めってどうです、ちょっともう名前で美味しいよね。これ絶対酒進むやつ決まってるんですって、ね、これちょっと私、はい、いただきたいと思います、ね、これタコとお野菜が入っているんです。うわうまそう。ほらもうね香りがマジでうまそう。すごいニラのいい匂い。うわはあ、ちょっとね、はい、このぐらいねタコ、タコめっちゃ入ってますよ。タコめっちゃゴロゴロしてないですか。すごい。しかもでかないですか。ねえ、うん、いただきます。ちょっとこのポテトフライ何ですか、ちょっとやめてください。いやこれは私の専用なんです。専用、私ももうこのポテトフライでね、はい、生きていきますから。いただきます。はい、どうぞ。ちょっとお野菜も一緒にいただきますね。そうですね、味噌炒めですね、はい、いただきます。これね、キヨちゃん、こんだけ笑うときはめっちゃ美味しいときなんですよ。めっちゃ味噌、はい、めっちゃ味噌ですか。甘辛の味噌よ。甘辛の味噌ですか。味噌たこがね、めっちゃ柔らかい。あ、そう、うん、はい、いらないかも。抜いたろかって言ってるやん、ほんと柔らかい。本当ですか。あのね、お野菜はね、もやしとか人参とか、はい、玉ねぎでしょ、うん、あとニラ。ニラこれがアクセントよ。へー、うん、ちょっとね、ニンニク風味というか、はいはいはい、うん、これさ、うん、ごめん、ご飯が欲しい。ご飯ですよね。そういう味です。わかる気がするわ、うん、ご飯もらおうか。あ、じゃあ、特盛りでお願いします。米で膨らかそうとするんじゃない。いやさあはい、やってまいりました。どん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 進んでいきますよ、うん、そうなんですよ。こっちが紅芋のフライですか。そう、素揚げのような感じですよね。そうなんですよね、はい、うん、ポテトフライじゃなくて紅芋フライ。紅芋、うん、でこちらが島らっきょうですか。のの天ぷら。天ぷらでございますよ。いい感じでちょっとねお酒回ってきたような感じでございますけど、仕事せんか。いやずっとあなたの顔見てるやろ。こういう風に言えよみたいな感じで俺見てるやろ。すごいのよ、助けを求める顔が。なんなのよっていう。すごいのよ、ね、ありがとうございます。じゃあ、まあ、はい、紅芋をね、これはね食べましょう。いただきましょう。店員さんおすすめですから。あ、そうなんですよ、おすすめなんですよね。僕はって言ってたよね。しかもね、これ一口サイズでね、そう切られてる。蒸したやつをフライにしてるんです。全部言ってくれるから。ありがとうございます。いただきます。いただきます。これ、はい、
聞いた話だけどね、さっきね。あ、そうか。どうだ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 。いや、ちょっと もうちょっと飲み込ませてくれへんかな。まあ、しっとりですね。しっとりですね。あのベリー芋は結構水分が結構あるんですよ、うん、だから、うん、喉を詰まらせることなく、はい、でそうそうそ そう全部スルスルっといける。その通りでございます。大好き私もベリー芋。パクパクいけますね。パクパクいけます。癖になる。こちらは何こちらをこちらも一緒に食べてくださいね。もう手でいいですか。もちろんいいですよ。手でいきましょうか。大丈夫ですか。の天ぷらで。天ぷらでございます。しかも、うん、私あんまり見ないんですけど、はい、この贅沢にここだけ、はあ、根元なんていうのこう、根元部分だけ。人間で言うと下半身みたいな。まあ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 ね。いいですよ。普通はさ、こうはちょっとこう、ほらね、はいはいはい、茎の部分も揚げてあるけど、ここは贅沢に根っこの部分だけ。いただきます。下半身だけだね。下半身いただきます。はい、どうだどうだどうだ。いや、なんか混ざるなって。うん。あ、美味しい。うまい、うまい、うまい、うまい。あー、いやー、沖縄に来たなって感じしますね。そうやね。なんか、僕が言うのもなんだけど。住んでるけどね。住んでるけど。らっきょう大ぶり。沖縄感、そう。沖縄感ありますよ。普通の島らっきょうってもっとなんか、なんか貧弱なんじゃないですか。なんか、いやらしい話。うん、ちょっと大ぶり。お店によっては。結構大ぶり。うん、しかも、これ何これ、めっちゃでかくないですか。でかい。ね、うん、しかも食べ応えがありますよ。しっかりもう身が締まってるというか、ねね、スカスカじゃないですよ、天ぷらやけど。本当に贅沢だっけ、ニンニクだけだからさ、ね、いや、ね、これもおすすめ。おすすめですよ。おすすめ、はい、おすすめ品ということで。これも熱々で食べてほしいですよね。そうだ ね、ね、うん、ぜひぜひ。お酒がないんですけど、ね、うん、あ、来ない ね、 来ないね。頼んだっけ。頼んだ頼みますよ。頼んだ、ね、じゃあ待ちましょう。はい、はい。誰ですかこれ、イカスミ焼きそば頼んだ。ちょっと、あ、撮ってます撮ってるんか。撮ってますよ、撮ってますよ。いや、撮ってるって言いなさいな。いラストオーダーですって言われて、なんか、そうそうそう、慌てて頼みました。あら、イカスミのジュースやばいよね、これね。またハマクロするわけで。ハマクロ、マクロのやつですよ、これ。まあ、でか入れてもらいます。仕事ね、はい、みんな最後、締めでございますよ。締めでございます ね、 ね、はい、お酒はもう飲めますか。あ、まあ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 ね。ね、本当に真っ黒、これ真っ黒黒すぎですよ。ちょっと期待しましょうね。そうですね。だから今日黒い服着てるんですか。なんで、なんで歯の話ですよ。あ、そうです。ちょっとじゃあ、きょうちゃんの。ありがとうございます。きょうちゃん、はい、いただきます、ね。まあ、こんな感じで楽しい宮古島の夜を、ね、過ごしてる感じでございます。最高ですよ。いやいや、どうも少なくない。まだ1本じゃないけど、何やねんこれ。いやいやいや、やめろやめろやめろって。それ食べれるけど。いや、やめときよ。食べ貧相なイカスミ焼きそば。はい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 、これやばい、これそばは、はい、おそらくですが、うん、宮古そばじゃないですか。宮古そばじゃない。形的にそば、はい、はね、焼きそばの、はい、卵麺ではないと思います。なるほど ね、そういう見解でちょっといただいてみましょう。もうこれ3人全員でいきます。3人全員いきましょうか。ねえ、いっちゃいましょうか。はい、じゃあキャリーですね。あ、キャリー、本当に真っ黒や。いただきまーす。イカが入ってる。あ、美味しい。うまいね。うまい。うまいっす。なんで笑うんですか。なんやねん。え、なに？何か黒い。あ、黒い。何して。あ、まあ、けどそこまでではないけど、うん、ね、味しみしみだね。うまっ、うん、はい、ダメだ、また酒が進みますよ、うん、あ、ピンポンなった。ありがとうございます。いや、もうよく食べてよく飲みましたよね。本当ね、いろんなお話がね、楽しかったですね。やっぱり清丸ちゃんもここ初めてだったんですけど、ただ清丸ちゃんどうでしたか、ここは。もう、はい、いいところをもう発見しました。発見しました。ありがとうございます。いいきっかけになって、よかったですよ。皆さんもぜひぜひぜひ、ね、こちらの方に遊びに来てください。ひろみさんどうでした。ここはここは結構お値段が、はい、お安いのにボリュームが結構あったり。なるほど、うん、で、ね、紅芋の素揚げみたいなのも私初めてで、よかったね。うん、美味
しかったですね。僕は結構あのファミリー連れが多いかなと思います。お客さんもそうは ね、まあ、ちょっと夏休みでもあるかもしれませんが、まあ、あの座席で結構ゆったり、で向こう畳もあるので畳の座席みたいな感じもありまして、お子様大歓迎のところは、ね、お子様大歓迎もございます。お店も結構広々と、そうよ、なんか結構なんか風情あるというか、うん、ずっとこう民謡流れてますね。民謡流れてますからね、うん、なかなか良かったと思いますね、はい、ということでございまして、アパラギさんでございます。どういう意ですかね、アパラギ。アパラギって、あ、けどね、アパラギってね、テロップ流しておきます。僕調べたんですよ、あ、そうなの、来る前に、うん、うっかりのぞみで、うっかりのぞみでございます、うん、今ここで流してますので、はい、よろしくお願いします。ということでございまして、今回は宮古島の美味しい居酒屋シリーズでございます、はいはい、何噛みました噛みました最近よく噛みます、はい、ということでございまして、清原ちゃんもありがとうございました。ありがとうございました。皆様、ここの居酒屋に来てみていかがでしょうか。ありがとうございました。もうちょっとだけ飲んで帰りたいと思います。そうなんですよ、全員ちょっとほろ酔いでね、ほろ酔いでありがとうございます。いい感じでございます、はい、回っております。皆様ごきげんよう。お疲れ様でございます。ありがとうございます。ごきげんよう。